いけ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 。どう？結構いったんじゃない？本来。いやでも強いぞ、さすがに。さすがに。こんにちは、ケイドアです。今回はミカサ使っていこうと思います。重心化からの変更点は、魔法陣とレーザーストップの追加、ダメオが超に、リジェネが M に、立体起動装置が新型に変わりました。あとは友情コンボもハイクロスと超絶次元斬に変わったんで、しっかり強化されております。ただ SS は全く変わっていないんで、まあ、ダメージ感も変わっていないかと思いきや、一応ね、超ダメオに変わってるんで、これが発動すれば火力 1.3 倍上がります。しっかり環境に合わせて強くなっているんで、友情火力だったり SS の火力見ていこうと思います。ではまずは、超ダメを発動して荒御霊で使っていこうと思います。コネクトの条件が確かスピード型以外が2体以上、または合計ラック100以上なんで、結構、まあ、発動はしやすいのかな。ああ、やっぱ、ユーザー強いな。全然勝ち取りできましたね。電撃キラーと超ダメをですね。超ダメを発動して SS ぶち込みたいけど、これダメよってこれ誰が貼ってます？ここって。普通の攻撃かな、ボスの。ビットンかな。誰がしてくる？あ、ボスがしてくるのか。友情コンボロック。連撃、いや、デフォルト超スピ偉いな。でもね、ミカサ使ってる時よくあったのが、超スピだったら足速すぎて殴り強すぎて、あのボスのゲージ、あのワンパンしたいのに倒しちゃうみたいなことが結構あった気がする。結構友情入ったの？次元座目の前だったからか。ハイクロスもやっぱ強いね。こうやって見ると結構モリモリやな。リジェネもあるしね。地味なリジェネ。この手のアビリティはね、ほんと目立ちにくいけど強いからな。回復系、防御系は。いい感じに SS 溜まってきましたよ。いやでもね、これ超ダミを発動しなかったら既存のミカサと一緒なんですよね。 SS、 まあもちろん重心化回で若干攻撃力上がってると思うけど、そこ以外は一緒だからな。 OK、 友情いいね。天草が基本張ってるんだ、これダメージウォール。これは弱点どこだ？ハイクロスと次元斬弱点、あーそっち行ったか。まだなんか普通にトライクラー強そうやからな。さすがにか。上弱来い、上弱上弱。よし、これは強いでしょう。ね。気持ちいい火力出してくれるな。あれかな、覚醒前のボスがダメを張ったりするんかな。だからそんな感じするね、これ11だから。倒さないで。あ、張ってくれたね。よし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 。これでやっとちゃんとしたミカサの強さが見れると。で、これ最初に触れた敵やんね。気をつけないと。 4P の位置はいいっすね。良さげ良さげ。でも雑魚処理しといた方が、あの切るときに連撃キラーがね分散しないから。 OKOK で弱点が、あ、いいんじゃないこれ。上と下やね。雑魚登場しましたけど、まあ、かまってられないな、あれは。はい、超ダメを発動。前までのミカサよりが強くなっております。
いやでもこれ雑魚に飛んじゃうかな。結構あるよね。まあビットもあるからな、どっちみち。さあ、いけ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 、どう、結構いったんじゃない。連撃吸われてそうやけどな、だいぶ結構いったんじゃない。いや硬っ硬いけどまあ飛んでんな結構。で次ラスゲか。この次のステージってなんか変なところ、弱点左下と右とかじゃなかったっけ。1ターン目って多分反撃ないから入らんよね。まあ、でもさっきのやっぱりあれかな、雑魚処理できてればラスゲまで飛んでそうやってね。まあ、多分ワンパンは厳しいと思うけど、どうなの。で意外とでもミカサの火力高いからワンパンできたりしましたよね。意外と豪絶とかもいけたりしたから、ね、お覚醒前のアラミタも切り刻んじゃった。まあ連撃キラー M がね、正直この SS とめちゃめちゃ相性いいわけじゃないけどな、分散しちゃうからどうしても。とりあえず弱点効果アップするか。友情強いね。友情でこれどんぐらい削れるやろ。倒してしまう。あー結構入るな、いい火力入るな。はい、まあやっぱデフォルト超スピーだし、友情も強くなってるから、まあ、既存の重心化に比べるとだいぶ使いやすくなったね。では次はパラドックスで使っていこうと思います。サマとかも考えたんですけど、多分サマね、ボス上のなんかシールド破壊すると防御力アップした気がするから、多分ねワンパンできないですよね。ゆっくり気持ちいいな。なんでまあ元から強かったパラドックスで使っていきます。多分ねワンパンできるクエストめちゃめちゃ多かったですよね。ミカさんって意外と多かったけど、ただね最近ねやっぱ貴族性のワンパンアップ、最近じゃないか、まあ、最近か、まあ、仮面ライダーとタイバニが強すぎるよな。タイバニと仮面ライダー、まあ、特にタイバニはダメ音ブロック被ってんのかな。あれはお手頃ワンパンだし、超バラだし、カウンターキラーもあるからね、火力だいぶ高かったよね。OK。まあ、ボス位置でどんぐらい飛ばせるのかな。確か、自分のね、使ってみたのやつを見返してたんですけど、過去のやつで。全然なんか難しいクエストで使ってなくて、2、3年前の自分は。なんか超絶爆絶で大体終わってたんですよ。最近はマジでいろんな難しいクエストを使うんですけど、2、3年前の僕は結構あまあまでした。オッケーオッケー、いい感じで SS 溜まってきましたね。これ倒せるかな。よし。でね、ルナ使おうと思ったんですけど、やっぱルナね、超スピーじゃなくて、スピード型なんで、コネクトの条件と合わないし、まあ相性悪かったっすね。まあ現状なので、短縮要因として、運枠として、カウシリアを採用しております。2P が SS 溜まりました、2段階。こういうところは連撃発動しにくいよね。交互になるところは。パラドックスってこんなに硬かった。開幕 2P にしたいんだ、そうすると。確か開幕合わせてあげると雑魚処理しながら、弱点効果アップできたはずだから、そうしようかな。
いや、どんぐらい入るんやろ、楽しみ。よし、待って、足早いかも。ストップ。オッケーオッケーオッケー。で、カウシーリアで突破します。で、最初に触れた敵だからしっかりボス触れましょうか。あ、多分ワンパンは厳しいのかな、どうなんやろ。雑魚でも全部処理できてればあるよね。ちょっと触れにくいけど、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。まあ後から連撃発動か、これは先に入ってるといいよね、これ本来。いやでも強いぞ、さすがに、さすがに。いや硬そう、ラスゲが異常に硬いんよね、こいつ。いやでもだいぶ入ったんじゃない、飛んでるね、いい火力入ってるね。やっぱこの SS は気持ちいいわ、久々に使うと気持ちいいですね。あ、やばい、雑魚がいっぱい残っちゃってる。倒してくれ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 。判定消えた、残ってる。まあ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 、いや連撃吸われるんよ。いやでも強いぞ吸われためちゃめちゃ吸われた。まあこいつモーションなかったしね、めちゃめちゃ吸われた。やっぱ気持ちいいこれ、ミカサ、久々になんかちゃんとミカサ使った感じするわ。はい、そんな感じでミカサ使っていきましたが、やっぱり使い勝手がめちゃめちゃ良くなりましたね。友情火力が底上げされましたし、レーザーストップだったりアンジュマン法人ついたんで、よりいろんなクエストで使えるようになりました。やっぱりこういったワンパン枠に関しては魔法陣対応していなかったら結構ね、肝心な時に打てないっていうことあったんですけども、それもなくなるんで、しっかり今後ワンパン枠として活躍できると思います。貴族生のワンパン枠はやっぱり仮面ライダーだったりタイバニっていうバケモンいるんですけども、まあそれらはね、やっぱりコラボキャラなんで現状入手できないし、今入手できるキャラとして考えるとやっぱりこのキャラはかなり強いと思います。超ダメ王のおかげでしっかり重心化よりも強くなってはいるんですけども、懸念点としましては超スピード型デフォルト解放なんで、 SS が強すぎてボスを倒してしまうっていう可能性は若干上がりました。デメリットはそこぐらいですかね。ダメ王、地雷、ブロック、魔法陣のワンパン枠として使えるんで、現状でもしっかり強いキャラだと思います。以上、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。